アットホームプレゼンツ明日への扉。古の都の姿をとどめる京都。京都市の北に位置する高ヶ峰は江戸時代芸術村があった場所。江戸時代を代表する芸術家本阿弥光悦が築いた村で、別名光悦村とも呼ばれた。ここは才能ある芸術家を多く輩出してきた琳派発祥の地。総合芸術家であった光悦は漆工芸の分野で卓越した才能を発揮し、光悦の影響下に作られた蒔絵は光悦蒔絵と称されている。かつて光悦村があった地域に佇むホテル、正面玄関を入りロビーに進むと見えてくるのが黒いアートパネル。これは漆工芸の技術を用いた作品。左右一対である絵を現代風にアレンジしたものだという。それは琳派の絵師俵屋宗達の代表作、国宝風神雷神図屏風だ。白い漆で雲のような模様をあしらったものが風神。金で稲妻のような模様を描いているのが雷神。現代風風神雷神図だ。お茶が楽しめるくつろぎスペースでも漆で仕上げたアートパネルが目を引く。風に揺れる水面をイメージして作られたこの作品は、庭園の移ろう光や緑を映し込み、さまざまな表情を見せてくれる。これら漆の作品を制作したのが京都市右京区にある漆の工房兵法堂。ここに先人の漆職人の思いを受け継ぐ若者がいる。京蒔絵師島本恵33歳。蒔絵とは漆器の装飾方法。漆で描いた絵の上に金粉などを巻いて加色する技法のことである。一個一個こう着実にこう完璧に積み上げていかないと仕上がりが綺麗にならないんですよね。仕上がった時のなんか達成感というと結構ひとしおでして。めぐみさんは蒔絵の技術を習得して間もない20代前半から数々の賞を受賞している。彼女の作品の特徴はデザイン性の高さ。懐かしさと新しさが融合した斬新な作風が多くの人を魅了している。京都市在住のめぐみさんは26歳の時、夫と一緒にこの工房を立ち上げた。夫の照則さんは漆職人主。この道26年、江戸時代に京都で活躍した主の技術を継承し、神社仏閣や料亭などの修復からモダンな漆器の作品制作まで幅広く活躍している。塗りでもやっぱり習得するのに、まあ、10年以上かかります。蒔絵もやっぱり10年以上かかります。
習得できたと思ってもやっぱりまた何か壁がこうできてくるんですね。それを乗り越えられた時にまあ、達成感が得られる、まあ、それを求めてやってるようなもんなんですけど、漆は強力な接着力を持ち、乾くと頑丈で壊れにくく、磨くと輝くような光沢を持つ。でそれを表面を平らにして表面にする。そうした特性を生かして作られている工芸品が漆器だ。そして漆工芸の代名詞といっても過言ではない技術が蒔絵。昔から漆を塗るのは塗師、蒔絵は蒔絵師、それぞれの職人の手による分業で漆器は作られている。蒔絵は貝で装飾する螺鈿より後、奈良時代に始まり平安時代に入ってから京都で発展したとされている。その発展を後押ししたのが茶の湯の文化、特に室町時代後期以降に確立した侘び茶の精神。主張しすぎず簡素で静寂さを感じさせる茶道具が茶人たちに愛されてきた。蒔絵師としておよそ13年目になるめぐみさんは、茶道具である夏目の制作を依頼されることが多い。彼女の作品は客人たちの心を捉える魅力がありつつも、個性が強すぎず茶会の空間にうまく馴染んでくれるのだという。彼女の作品はみんなが覚えるほどの奇抜さはわざとないんですね。それで他の道具ともしっくりきたまま何度使ってもいいって思われる茶道具って感じがしてます。1988年和歌山県に生まれためぐみさん。子供の時から着物を着る機会が多かった。絵を描くことも好きで、日本画を学ぶため京都の大学に進学。そこで選んだ蒔絵の授業が蒔絵師を目指すきっかけとなった。絵画はもちろん好きなんですけど、もうちょっと人になんか近いというか距離が、あ、なんか絵が道具になってると思って、それで嬉しくって意識しだしたのが初めてだったと思います。在学中から蒔絵の先生に弟子入りし、卒業後は京都市産業技術研究所へ漆塗りの技術を学びに行った。ここでは多くの作家や職人が講師をしているため、さまざまな技術を学ぶことができるのだ。先生方によって、細かいところで技術的に異なるところがあったりするのですが、自分に合った技術を取り入れたり見つけたりすることができる、そういった特色があるかと思います。さらにめぐみさんには日本画を学んだ強みがある。絵画的な斬新なデザインが人々を引きつけるのだ。彼女はまあその日本画から入っているので、他の蒔絵師とは違う雰囲気の絵が描けるんですよね。そこがまたいいところじゃないですかね。一般的に蒔絵師は決められた図案をもとに蒔絵を施すというが、めぐみさんは先人の意匠を参考にしつつ自分でデザインを考えて描いている。そのため古典の要素のものであっても現代風の匂いを感じさせる。今回は夫照則さんが漆を塗った夏目にめぐみさんが蒔絵を施す。まずは炭で夏目を研ぎ始めた。
金を巻いたりとか金属の粉を巻くんですけど、下が平らなことによって上もちゃんとこう均等に巻けるようになるんですよね。なので結構大事な作業です。炭で研いで表面を平らにした。ここから加色に入るが、まず貝を使った加色方法螺鈿を行う。 0.2 から3ミリほどの薄さの貝を小さくカットし、これを貼っていく。貝の接着剤も漆。螺鈿は蒔絵とは異なる加色の技法。螺鈿を施すと手間も数倍かかるが、めぐみさんはこれを好んで取り入れる。だいたい私はですけど、組み合わせて一つの絵に仕上げることが多いですね。貝を貼る作業は一日中続いた。漆は長時間乾燥させるほど接着力が強くなる特徴がある。今回は2日ほど乾燥させてから次の作業に入った。螺鈿をする場合は貝の上に薄く漆を塗ってから乾燥させ、乾いたら表面を炭で研ぐという工程を何度も繰り返す。この時炭で研ぐのは貝がうっすらと見える程度まで。感覚が頼りの根気のいる作業である。漆を何度も塗るのは貝と器の隙間をなくすため。表面との段差がなくなるまで塗って研ぐを繰り返すことで隙間が埋まってしっかり固定されるとともに表面は滑らかになるのだ。今回は5回塗り重ねたところで螺鈿の仕上げに入る。貝はこういう瞬間が一番楽しいですね。貝の模様が見えてきた。この模様が全て見えるまで1日研ぎ続けた。研ぎ終わり磨いた夏目がこちら。蓋には蝶、側面には七宝文様と呼ばれる古典柄が現れた。螺鈿が終わったところで蒔絵に入る準備。まず蒔絵の模様をデザインする。デザインが決まったら置き目と呼ばれる作業に入る。油紙に絵を描き、その上を赤い漆でなぞって、それを器に転写する。これに沿って高上げしていく感じになります。高上げというのは蒔絵の技法、高蒔絵の工程のこと。模様を盛り上げる技術で、例えばこの作品の岩場や松の部分がそれにあたる。高蒔絵とは表面を漆で盛り上げてから高上げした部分を研いで平らにし、その上に漆で模様を描いて金粉を巻き、さらに金を漆で固めてから研いで金を光らせる技法だ。表面を漆で盛り上げる場合、一気に盛り上げると乾かず失敗するため、薄く塗って乾燥させ、また塗るという作業を
繰り返す。これで一旦ちょっと乾かそうかなと。横を一気にやると垂れてしまうので、ちょっと一面ずつでいこうかなと。漆を乾燥させている間に、めぐみさんはある場所を訪ねた。こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。江戸時代から続く創業361年の漆器店。大正時代には蒔絵の学校も設立し、蒔絵師の技術向上に努めていた。歴史あるこのお店には、江戸、明治、大正時代の蒔絵作品が多く所蔵されているのである。こちらは大正5年、国宮高王殿下が伊勢神宮の祭祀をしていた時に皇后陛下から下賜されたもの。貴重な作品の解説をしてくれたのは、象彦十代目西村彦兵衛さん。ああ、椿と掛け守りですね。嫁入りした女性がちゃんと勤められるようにという親の娘を思う気持ちがここにこう込められているのがよくわかる。めぐみさんが身を乗り出して見入っていた作品がこちら。大正時代、万国博覧会の出展に向け、象彦が最高の技術を集結して作ったものだ。ここに農家があるんですけど、はい、でこの干してる稲穂、米粒が完全に書いてあるんですよ。完璧としか言いようがないですね。100年以上経ってても、あ、これいいなって思えるっていうのが凄さですよね。そうですね。いかにそのあったかい心だったり、なんか素敵なあの景色だったり、そのデザインの向こう側にある心が見えてこそだと思う、素晴らしいものであると思っていますんで。人の気持ちがなんか人の手を介して表現されてるっていうのが、でそれをなんかそう何十年何百年経っても感じることができるっていうのが、本当に手で作られたもののいいところだなと本当に思います。3日後、めぐみさんは漆を3回塗り重ねて乾燥させた高上げ部分を炭で研いでいた。土台を傷つけると台無しになってしまうため、これまで以上に慎重に。波打ったりとか薄い厚いがあると、ちょっとあの最終の仕上げに影響してくるので、それがないように。作業開始からおよそ3週間、金粉をまく準備が整った。まずは金の接着剤となる漆を研いで平らにした蝶に塗る。そして粉筒と呼ばれる道具で金粉をすくい、テンポよく粉をまく。力加減を調整し、蝶に濃淡をつけていく。こう狙ったところに全部落ちるわけじゃないので、こう怪しい。蝶が輝いて羽ばたいた。しかしまだ完成ではない。金粉が剥がれ落ちないように漆でコーティングするらしい。輝いていた蝶が暗くなってしまった。しかしこれも計算されたもの。
日間ほど置いたところで蝶に模様を描き始めた。そして粒子の細かい金粉をほうきと呼ばれる筆のようなものにつけて巻くと鮮やかな模様が浮かび上がった。下地に入れている金は羽の透明感を出すためだったのだ。最終仕上げ、金を光らせるための磨き作業に入る。手は最も細かいヤスリなのだという。さらに蝶の模様を最大限に光らせるため道具を使って磨く。タイキと呼ばれるこの道具の材料はなんとタイの歯。特に細い線や凹凸のある部分の金の光沢を出すのに最適なのだ。当たりが柔らかくて硬いっていうのが多分いいんだと思います。金が一番輝くタイミングまで磨き続けるが、やりすぎると金が落ちてしまって台無しになる。やめ時は経験で培われた感覚のみ。ちょっと金がツヤっとしてきたかなと思うんですけど。およそ1ヶ月かけて夏目が完成した。描かれたたくさんの蝶、よく見るとそれぞれ模様が異なる。さまざまな蝶が飛び交う優雅で楽しい作品に仕上がった。ちょっとこだわったところとしては、七宝っていう昔からの図柄がありますけど、なんかそれが蝶々に似てるなって昔から思ってて、こう七宝から蝶々になっていくみたいな模様がこうパタパタこう飛んでいくみたいなイメージにしたくて作りはしました。一つ一つの作品にストーリーを作り命を吹き込むめぐみさん。最近では壊れた器を修復して新しく蘇らせる金継ぎの技術を一般の方にも教えている。日本って結構昔から物を直しながら使ったりとかする文化があると思うんですけど、なんかそういう、こう文化的な意識がこう海外とかにも発信できたら、なんか嬉しいなとは思います。これはめぐみさんが友人からもらった陶磁器。2歳の娘さんが床に落として破損したらしいが、この状態でも蘇らせることができる。コツがあるんですよね。こう破片を入れるこう順番とか、最後にここだけ入れようと思ったら入らなくなったりとかするので、でもお直し楽しいですね。茶の湯の時代、大切な茶器を修復するために生まれたとされている金継ぎにも、実は蒔絵の技法が用いられている。傷跡をあえて金で装飾して目立たせ、それを美しいとみなすのは茶の湯のわびさびの精神そのもの。壊れたという出来事も物をきちんと使ったからこその証であり、その背景も美しいと考える。割れたことによってまた新しい価値が生まれるというか、お茶の世界でよく新しい景色が見えるっていうんですけど、もともとの姿も好きでしたけど、割れてこうやって修復された姿も見ると好きだなというふうに思いますけど。漆で接着し金で装飾をする金継ぎ、単なる修復ではなく新たな作品として生まれ変わる。この世に一つしかないという愛着も一層深まる。物を大事にするみたいな、そう大事にしたいっていう気持ちがなんか
皆さんのこう意識の中に芽生えてきたんだったら素敵なことですよね。さらに漆器だけでなくガラスに蒔絵を施すなど新たな試みも始めているめぐみさん。優秀な素材である漆と美しい蒔絵の技術が織りなす無限の可能性を信じて。その手で開く明日への扉とは。京都って、まあ、伝統的なものがたくさんあるところでもあるんですけど、新しいものを生み出すところでもあると思うんですよね。異素材とちょっと組み合わせてみたりとか、なんかそういうチャレンジができたらなとは思ってます。まあチャレンジすることがきっと役割だと思って。先人たちの技術だけでなく思いを踏襲しながら漆への可能性を探り続ける。その志はきっと多くの人の心に届くに違いない。明日への扉を開けまた一歩夢に近づく。